今回、河野、河野太郎さんですかね。あの、なんだ、えー。デジタル、デジタル、デジタル産業省だったかな。なんかまあ、議,議会議員の人ですね。で、なんかね、この河野さんがなんかブチギてる映像が結構バズってたんですよ、前。で、まあ、あの、これからね、人口が減る、 我が国で人のぬくもりを大切にしていくためにはデジタル化やオンライン化でえ少数で進めたり人がやらなくても良いことはロボットや AI に任せていかなければならない。な,なんか、うん、ちょっとその、ぶ、う、ち、ん、切りでるやつとはちょっと違うかもしれないけども、なんかそのファックスの話を聞いてね、なんかすごくなんかちょっとリンクするとこがあって、その <laughs>、まああの、そういう構造上ね、 うんそのファックスが生き残ってる理由っていうのは、そのファックス作ってる会社との,その関係性だったりと、お金の工の面とかね。でもそれを壊していかないと、うん、先に進まんだろうみたいな。<laughs> なんかね、ちょっとぜひ一個一個忘れましたけど、なんか結構ブチ入れてる、<laughs> なんか、話し合るやつがあったんですけど <laughs> うん。まあでもおし、あのー、そうっすよね。まあこれから時代やっぱ変わってるので、 うーんじゃあずっとそれでいいのかっていうと今まで良かったかもしれないけどこれからはそのままじゃ難しくなってきたりするわけじゃないですかだからどっかで改革していかないといけないしどっかで手こ入れしないとずっとそうですよねずっとうんそうだからねまあ時代はやっぱ変わってるのでまああと うんまあ、僕の予想では、まあ、正直、あと30年ぐらいですかね、要は今のやっぱその上の、まあ、日本の政治家の人たちっていうのは、基本的にま,あまだちょっと古いその考え方というか、なんかそういう層がやっぱ多いじゃないですか。総理大臣に30歳っていないなと思うんですよね だこれがどんどん30年後、40年、50年後、もう昭和生まれの、だから平成生まれの人たちですよね、平成生まれの人たちが全員議員になるぐらいのこの時代間になってくると、また大きくだいぶ変わると思うんですよね。ただ、その昔からの伝統が引き継がれるんだったら、どっかでバッサリ行っていかず、その昔からの伝統が若い世代にも、その、 あのなんだ新しく入ってきたね若い議員にもそういうのは洗脳されてそれがまた上に行ってまたこうなってっていうこの縮図が変わらないんだったらまあちょっと難しいかもしれないですけどもたその30年後40年後になってくるとちょっとそこがだいぶ変わってくるんじゃないかなっていうのが僕の予想ですよねだからこういうふうな発言をする政治家の人たちとかもあんまいなかったと思うんですよだってデジタルにそもそも弱いじゃないですかそもそものとして。 <laughs> うん、そう。だから、なんだろうな。あの、あ、そう。だから、これで、河野さんが、また、なんか、なんかで出てたんですけど、その、マイナンバーを保険に入れるやつで、なんか出てたかな。まあ、どんどん、まあ、デジタル化されて、管理されていく世の中になっていくとは思うんですけど、まあ、時代の変わり目ですね。うん。時代の変わり目だけど、変わらない人もいるし、 変わろうとすするる人もいるって話ですねであなたはどっちですかと今のままでいいのか変わろうとするのかと少なくとも久保さんは変わろうとして変わりましたよね麻雀店から今 YouTube でやってるっていうね <laughs> もはや麻雀店潰したっていうね閉店っていうね <laughs> 時代ですね時代の波に乗るか乗らないかあなた次第いってらっしゃい